ごきげんよう、リスです。とうとう僕、リスとして生まれてしまった。リスとして生まれたらやることはただ一つ、暴れることだ。さあ行くぞ。まずはじめにこのセキュリティハウスをめちゃくちゃにしていくか。待って、ここのなんか出っ張った部分、あ、掴めるね。かわいいな。なんかこれ取ろうとしてない？いいんじゃない？おー、取れたー。なんだなんだ、なんか部品取っちゃったし。お、持ち上げたりもできるんだね。どんな姿もかわいいな、やっぱリスは。イエーイ、よいしょー。さあ、このセキュリティのかかった部分、リスの大好物、あれがあるんじゃない？巨大などんぐり、黄金どんぐり。あれは拾わない。うわー、セキュリティかかってた。大丈夫か？生きてるよね。あ、もしかして、この丸いところを光らせていけばいいのかな？よし。これで多分、セキュリティが解除されるっぽいね。よし。他にも床にもあるから、全部光らせて、壁にある丸は、これを投げて当ててみよう。おー、うまくいった。すごいな、このリス。あれでも、セキュリティは解除されてないね。よし。あれかな。よし、もう一回狙っていこう。あれ？なんだ？なんか変なとこにぶつかったか？もう一回、うまくいけ。おー、セキュリティが、剥がれた。これで大好物、ゲットできそうだね。うわ、あれでかいけど食べれんのかな。さあ行くよ。よいしょー。いや、すごすぎでしょ。器用だな、このリス。よし、これで、いただき。おお、すごい、飲み込んだ。え、やっぱ、あれ取っちゃだまずかったかな。さて、そこから、やばい、人間が現れちゃったね。何してくんだ、人間。あ、セキュリティを壊したのはリスだった。おー、まぬけか。あれ、銃が飛び込んだ。まさか、このリス。え？めっちゃ見てるよ。近い近い、めっちゃリアル。おー、銃を拾って、あ、取っちゃった。リスなのに使えるのか、試し撃ちだ。よいしょ。おー、すごい、反動でものすごい下がる。待って、来てるよ。なんで生きてんだ、こんな撃ってんのに。お、倒した。さすがだ、これなら大暴れできちゃうね。いや、こんなリスいたら、地球滅亡しちゃうでしょう。あ、ここで弾を回復できんだね。あれ？これもしかして撃つのか？撃って？破壊よけ。さあ、突き進んでこう。そこに、ハンターが二人狙ってきてんね。よし。人間よりすごいってとこを見せてやろう。さあ、壁をまつかって。今だ！せい！せい！うおーいす！どうだどうだ？硬い硬い！一発じゃ倒されないんだね。リスの本気、やっていこう。あれ？待って、銃が。やばい！銃を拾って。さあ、行くぞー。あ、リス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 、タコ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 。いや、タコが好きすぎてタコになっちゃってた。おいちょ！みんな、ついに倒した。さあ、じゃあ、どんぐり拾いまくるからね。今のうちに、この先の続きを見たいって人は、高評価よろしくね。まあ、まだまだやっていくんだけどね。さて、うおー。アスレチック風に作られてるね。まあ、リスなら、どんなとこでも乗り越えられるでしょう。すごい。すごすぎる、このリス。さあ、そこは、行けなくなってんのかな？あ、下かな？よし。
どんぐりも一粒一粒しっかりとって、うわ溶岩、なんだこの施設は。これは、あ、拾える重要なアイテムだね。今までいろんなゲームやってきて、いろんなことを乗り越えてきたんだ。リスでもいけるはず。いくよ、ほい。あれ、当たらないか。おっと危ない、反動で落ちないようにしないと。あ、上がってく感じなんだね。よし、こうやって巨大などんぐりを取ってけばいいのかな。あれ、次はまさか戻るのか。こっちかな。おー、上がってくねー。さあこれは、あ、ここのスイッチかな。さあ光らせてオープン。よいしょっと。一つ一つ壁を乗り越えて、そしていつか立派なリスになってやろう。これは銃で当ててけばいいんだね。ほい。ほい、すごい。100発100中。う、銃。だよね。よし。100発100中だ。よいしょ。おー、ここまで来たか。ようやるな、このリス。あ、銃を捨てたりできるんだね。そうすると、あ、こういうところも登ってきちゃうのか。ま、木とか、登るの得意だよね、リス。よーし。で、ここで、あ、また銃を、あれ、拾って。で、スペースを押すと、ん？おー、あ、銃の反動で、こうやって飛び越えたりできる。おー、待って、もう一回やってみよう。どんぐりうまく取れなかったけど、まあいいや。銃も使いこなしてきたね。どんぐりをここに置いて、お、サブマシンガン系の銃だね。うわ、持ち方かっこいいな。どんな銃でも使いこなせちゃいそうだね、このリス。さあ、使える弾の数が増えた。さて、うわ、3人のハンター。よし、戦う時だ。うよー、すごい。連射速度速。待て、なんだ。よし、リロード。ここでリロードね。くらえー、せいー、ほっ、ほげー。うわ、反動で落ちちゃった。よし、もう一回だ。こっち側から撃てば、うん、落ちないね。そして、さあ、弾をリロード。ここはゆっくり落ちないように。よし、全滅したかな。よし、道が開いた。いや、銃を使いこなすリスってとんでもない腕力だな。よーし、あそこにでかいどんぐり、あれは拾っとかないと。このサブマシンガンでもこれ使えるよね。よし、銃の反動で飛び越えていこう。よいしょー、おー、危ない。よし、ゲットだ。でかい、どんぐり。大好物だから、これはコンプリートしていきたいよね。さて、次は、よいしょ、おー、投げちゃったー。ダッシュは使えないんだね。待て、これは、さ、しがみついて、よじ登ってこう。おー。お、とうとうやってきたか。町だ。愉快な人間もいっぱいそうだね。大丈夫か、リス。めっちゃ疲れてんね。ここにもハンターいるじゃん。え、リス探してない？なんだ、あの車。リス専用の車っぽいね。欲しそうに見てる。バリアがあって取れないね。あ、なんかどんぐりが必要なのかな。そこにどんぐり。どんぐり欲しいから人ん家に侵入しよう。まあ、どんな生き物になっても暴れちゃうのがこのタコポンドだからね。え？いや、なんだこの家。マグマ、マグマに溢れてた家なのに。え？
目の前に巨大などんぐり。おお、なんかいいところから復活したね。オッケー、小さいどんぐりもコツコツ集めていくよ。それからあっちの方も飛び越えてなんか行けそうな感じするな。大丈夫、これ落下しとかあるんじゃない。あ、こっからあべ落ちちゃったか。痛い痛い、なんか食らった。物が当たってちょっと食らったね。リスとして今度から気をつけないと。あ、いい感じのゴミをゲットした。このゴミ、そうだ、家の中に入れよう。うわ、でもどうしてこうなってんだ。よし、乗り越えて進んでいくしかないか。どんぐりのためだ。どんぐりのためなら何でもやっていく。それがリスだ。よし、いいね。およー、どんぐり詰まってた。さあ、落ちる、ようよう、危ない。いいね。さあ、ここまで来たよ。てか、こんな家じゃ、誰も住めないよね。ん？どんぐりが足りないのか？こっちのどんぐりはどうだろう。さあ、集めてきたどんぐりを捧げて。来た来た、これ取れんじゃない？おー、ハンドガンゲットだ。街の中でも使えるなんて、最高だな。これ何？あ、これこうだ。上、こうやって、ジャンプで、そこ、乗れないかな。むずいね。そっちかな？あれか。あれを狙っていくんだ。ほい。ほい。このリス、百発百中だ。何度やっても百発百中だね。ここは、ほいってやって、オッケー、取った取った。さあ、二つ目。残り、上にあるね。よし、ここの、リス？あれ？溶けた、もしかして。さあ、もう一回、反動で、落ちないように。よし。前に進みながら、撃て。揃ったー！オッケー！あれも取れそうだね。おいー、使いこなしてきたー。ここも？ほい、ほい。いいね。これで、あ、ゲットー。タコをボンドやめて、リスボンドにしようかな。いや、それはやめとこう。まあでもリス、好きになってきたね。だんだん好きになってくんだけど。そしてこれはコスチュームゲットだ。おほー。青い服。さらに可愛くなったね。ちょっとズボン履いてないのが嫌だな。ズボン欲しいところだよね。この格好じゃ完全に不審者だからね。ちょっと他にもコスチュームないか探してみよう。これガラスとか、あ、割れたね。いいねね。さあ、街を破壊しながら進んでっか。おっと。あれ？待て待て。これ銃を向けると、どんぐりくれるんだけど、逃げた。人間を脅すこともできるんだね。いや、なんでもありだな、このリス。あっちの方も気になるね。ん？戦車？え、なになに？狙わないよね。リスって、そんな危険な生き物じゃないよ。リスー！うわぁ！そうなるよね。リスにひどいことするなぁ。やばい、これボスっぽいなぁ。うわ、ハゲてるのにイケメンだった。うわ、とか地下に入ってったね。あれ、車専用の場所なのかな。もし拾って、あ、どんぐり取ると回復するね。そこでなんかやってる人はいる。どうしたんだ？肉焼いてんのか？困ってそうだね。優しそうな人は撃たないでおこう。おお、パーティーでもすんのかな。いいヘアスタイルだ。銃撃ってヘアスタイル変えていいかな。いや、やめとこやめとこ。てか何これ、ピザでも食うのか。まずそうだなこれ。やばいぞ、ハンターにバレたね。
立ち向かっていくしかない。よいしょ。ん？おお、やばい、オーバーキルしたね。倒した倒した。このリス凶暴すぎるね。あれ、生きてたか、この人間。わざわざ倒したか。倒したらどんぐりくれるね。君もどんぐり持ってんじゃないか。やばい、リロード。待て、弾がない。リロードはできない。よし、これかな。押す弾をチャージ。さあ、しっかり倒していくよ。この町はリスが大統領になる町にするんだ。リスに歯向かってくるやつは全部倒しておこう。さあ、ここに、待って、これ破壊できないかな。ここだけ赤いね。この中に巨大などんぐりがあるんだけどね。家の中入れば取れるかな。よし、それじゃあお邪魔します。鍵がかかってる。壊せないか。こっちはガラスを破壊できたね。それじゃあお邪魔します。君、何やってんの。腰でも痛いのか。この人でもハンターじゃないから攻撃はしてこなさそうだね。うわ、ハンターいるのか。バレてないならいいや。ちょっと探索していこう。ここは上上がれそうだね。よいしょっと。お、コスチュームゲット。おー、可愛くなったし。うわ、ハンター来た。隠れとこう。探し回ってんね。よし、銃拾って逃げよう逃げよう。無駄な戦いは避けていこう。さて、この辺はどんぐりないかな。あれ、バレた。やばい、そしたらもう戦うしかない。よいしょ。そして来るよ。おお、必殺技来たー。やばい、連射してるし。人間より銃を扱っていこなしちゃってるね。そこになんかあるよ。あ、よいしょと、あげと、トイレあるね。入ってみよう。あ、こっから地下に行くのか。地下っていうか、この、家の下の方だよね。辿っていけば、あの巨大などんぐり手に入るんじゃないかな。こっち行き止まりか。ここに赤いアイテムあるよね。これもしかして爆弾なんじゃないか。これちょっと起爆させてみよう。よーし、あの赤い部分だね、ここ。これでもしかして破壊できるんじゃない。これ銃で起爆させていった方がいいよね。さあ、狙いを定めて。来た。よっしゃー、こっち進めるようになったね。賢いこのリス、何でもできちゃうよ。さあ、これでどんぐりゲット。おいぴー。こういうゴミの中にもありそうだな。ガスタンクか。撃てるかな、これ。待て。え？爆発したー。あれ？やられちゃったか。ってことは、このガスボンベ、どっかで使えそうじゃない？ここのバーベキューの人を困ってるよね。これ使って焼くとかなのかな。ここに、待って、ガスボンベがもう一つある。これがなんか壊れてんのかな。これ持ち運べないかな。詰め込んでみるか。よいしょっと。ポケポケポケー。リスと一緒にバーベキューされちゃったし。あれ、でもおかげでどんぐりが出てきてる。ありがとう。溜まってきたどんぐりはここに使っちゃおう。さあ、これで車手に入るかな。さあ、使い込んで。ちょっと足りないか、まだ。どんぐりどんぐりどんぐり、どこだ。そうだ、人間を脅せばいいんだ。どんぐりを出せ。ありがとな、人間。これは大切に使うよ。さあ、ここの家も柵を越えて侵入。よーし、チャージ。家の中には何かあるかな。
どんぐりは、あ、これあるね。一応拾っとこう。よー、それから、散らかってんね。じゃ、どんぐり取っとくよ。よし、集まってきたね。あ、ここで、弾をチャージできるね。さて、そっちに人間いるね。爆発した。待って待って。え、うわー地雷でも仕掛けてあったのか？この街危険すぎるなぁ。ところどころで、銃使うやつもいるしね。そんな僕も、リスなのに銃使ってた。待て、一旦銃捨てて。よし、ここ、登ってみるか。この上にも、お宝がありそうだね。登ってる姿も可愛いね。おー、ここまで来たよ。そっちに飛び移れるかな。よいしょ、届け。おー、ここでしがみついた。やるな、このリス。もう一丁。すごすぎる。素晴らしい。ほい。いいねー。リスの国を作りたくなってきた。もちろんリス大統領はこの僕だ。ん？なんだ？首ひねったね。銃なしでもハンター倒せるのか。いや、立ち上がってきた。もう一丁、ひねってやろう。倒すまで。よし。いいね、いいね。さあ、しがみついて、やべやべ。とんでもない曲げ方だった。恐ろしすぎでしょ、このリス。こんなリスがいたら、人類滅亡しそうだ。よいしょっと、つかめないか？なんだ、その動き。つかんだ、つかんだ。さあ、首の方失礼します。いいねー。ふにゃけちゃった。なんか踊ってるし。いいダンスだ。あれ？おいしょっと。2回やれば倒せるってことだね。よーし、ハンターも倒し慣れてきたね。ん？なんかスマホ持ち上げてるよ。え？かわいいから撮ってるし。おお、喜んでる、喜んでる。ありがとう。うわ、ファンができた。リスファン、こんないたのか。いい街だ。この人たちの首は、ひねらないであげよう。僕って優しいなぁ。だんだん、サイコパスリスになってきたね。あ、ここの、アイテムはゲットできるかな。よいしょっと、おこれ、あ、コスチューム系かな。おぉ今度は、あ、スカートなくなっちゃったけど。え時計、腕時計、体につけちゃったし。まあ、これもこれで、可愛いからいっか。あれ？これ焼けた肉だ。バーベキュー焼いてた人のお肉だよね。この人にあげてみよう。あ、綺麗に乗ったね。もしかして、肉をあげていけばいいのかな？他に落ちてないかな？あ、これか。イェーイ、拾った拾った。全部で4人いるよね。4つあげてこう。どうぞ。優しい人間には、優しく接するのがこのリスだからね。ようやく見つけた。こんなところにぶっ飛んでたのか。イェーイ。さあ、人間に出していくよ。これで、すべてが揃う。これで、お礼としてどんぐりくれるかな。さあ、揃ったよ。踊ってるね、みんな。おー、ありがとう。それ、ハンバーガーだったのか。僕はどんぐり、吸収して。おー、かわいいダンスだな。イェーイ。僕を飼ってみない？頭に乗っちゃったね。これ、かわいいね。ねえねえ、君の首、ひねってもいいかな。いや、やめとこやめとこ。さ、これで、揃うんじゃないか？来たー！ようやく車ゲットだ。さあ乗って、おー！リスなのに車も運転できちゃう。いや、最高だね。移動が楽ちんになった。いえ、街中走り回れちゃうよ。いや、ほーい。これ待って。どっかあったよね。車。
じゃないと通れない場所。あの戦車が向かってった場所だね。あ、これだ。おお、行けるようになってる。すごいすごい。こんなところに地下があったのか。おお。あ、一応銃とかも持ちながら運転できるかな。あ、乗れたね。銃持ちながら運転できちゃうのか。人間より器用じゃないか。大丈夫か運転。めっちゃ回転してたけど。さて、おお、こんなところにもハンター。てかなんだこのレインボーロードみたいな場所は。よいしょー、やばい。運転しながら撃ちながら倒すのはさすがにむずいな。ここ細いよ。よいしょ、落ちないように。うわ、兄弟たちかこいつら。めっちゃ同じ顔揃ってたね。よいしょ、どんぐりもしっかりとって。うおっと、危ない。いいよ、奇跡的に落ちてない。タコポンとリス相性良かったのかこんなに。よいしょっと。あ、どっか落ちてった。ムービーシーン来たね。まさかボス戦かな。おお、かっけえなー、リスなのに。お、いいね。うわ、やっぱ戦車いるよね。これと戦う時が来たのか。リスなのに戦車倒せんのかな。ハンターめっちゃいるね。シールも貼られてあるし。さあ、これどうする。どうやって倒せばいいんだ。タイヤの部分かな。こういうことか。これを光らせていって、よいしょ、うげー、大丈夫か。リスにあんなの使うなんて、やっぱ人間は恐ろしい生き物だ。滅ぼさないと、リスとして。さあ、反対側も狙っていくよ。お、事故ってる事故ってる。今のうちか。ちょっと人間たちが邪魔だな。人間のハンター、早い早い、動き早い。リス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 、とりゃくらえー。おお、やばい、戦車の中入っちゃったし。こんなところに弾の補充場がある。待て、どうやって出よう。オッケー、出れた出れた。さあ、こっち側もタイヤをの光を全部消せばいいのか。オッケー、ここまだ光ってた。おいしょー、来た来た、動きを止めたぞ。待て、これで今がチャンスじゃないか。やばい、弾かれる。待て、あれはショットガンじゃないか。こんなところにやばい武器あった。リスなのに扱えるのかこんなの。ちょっと撃ってみよう。おー、すごい威力。倒しちゃったか。そして、なんだ？うわ、再生してない？とんでもないテクノロジー。ただの戦車じゃないのか。よし。ショットがね、ほいしょっと。ほいしょっと。でも、弾2発しかないのか。チャージするのがめんどいな。こっちオッケー。あれ？爆弾が積まれてあるね。あれなんか使うっぽいな。まずは動きを封じないと。反対側もあ、リス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 リ。うまくなってきたね。さて、いや待てよ、爆弾あったよね。よいしょっと、どこだ。あれ、あ、そっちか。これを、うわー、弾かれた。待て、もう一回だ。よいしょ、おいしょ。これを持ち上げて、この中に入れてみよう。どうだ？おっしゃ！効いてる効いてる！戦車の中で爆発したね。なんだ？うおー！また再生してるし。よし、でも攻略分かったぞ。さあ、もう一回だ。動きが止まってんね。
さあ光を消してて、あ、リス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 リ、オッケーオッケー、じゃあ次反対、リス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 リ、おっと弾がなくなった、え、チャージ、あ、行けよ、あ、スリスリスリ、いやスリスリになってる、リスじゃなくて、まあいやそんなの、そして、おい、よし、来た、さあもう一回行くよ、よいしょ、ここから飛び乗って。そこの、うわぁ、あの真ん中に行くと弾かれる、やえ、時間間に合え、さあ爆弾持って中に入れる、あれ弾かれたか、なに、よいしょ、もう一回、ほい、入った入った、オッケー、あと一発だ、さあ行くよ、あ、タコ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 、オッケー、破壊し慣れてきたね。さあ、あとはここ、乗ってからの、うまく入れ、はい、つ、弾かれたか。よいしょ。そして、クラエパゲ。やった。ようやく戦車倒したか。手ごわかった。リスの世界に平和が訪れたか。よかった。さて？ん？うわ、爆弾詰め込んでる。あ。やばいやばい、蓋閉めた。おー。かっこいい倒し方。あ、これで。あ、そっちのステージも行けるようになったってことなのか。これで悪い奴はいなくなった。リス、倒してくれてありがとうな。ここまで見てくれたみんな、世界には銃を使うリスだったり、首をひねってくるリスもいるから、リスには優しく接しよう。それでは次の動画を見てね。